誰と付き合うかも分かんないし、うん、その人の好みも分かんないから、例えばね、ごめん、うつるつるが無理なんだって言われたら、ね、デリケートのとかを全部取っちゃうと赤ちゃんにしか見えないっていう人が結構いるの。今日は一人ですね。そうです。あれちゃんって脱毛はしてないんだっけ？脱毛はね、できないのよ。なんか最近金髪にも対応できる機械は出てるらしい、うん、なんか産毛とかね。けどまだちょっと分かんないし、なんか結果してないと。してないです。でも日本の女性、今は男性もすごい脱毛してる人が今めちゃめちゃ多いけど、海外のその毛の事情っていうのなんかすごい興味があって。りんなちゃんってちなみに脱毛してる？私は全身脱毛しました。そうなの？ってことはトゥルピカ？どうしの話だよ。えなちゃん何ちょっと恥ずかしがってるの？トゥルピカって。トゥルピカです。手足はツルピカにしたいとは思う、うん、手足は？手足はね。でもデリケートゾーンのところだったりとか、うん、脇はちょっとうんって感じ。え、脇も？え、それはなんで？まあこれ個人的な思考なんだけど、うん、日本の人でもいると思うけど、海外ではね、デリケートゾーンとかを全部取っちゃうと赤ちゃんにしか見えないっていう人が結構いるの。それでパートナーのことを性的に見られなくなって、なかなかできないとかってなっちゃうったりするから、どういう出会いがあるか分かんないしさ、誰と付き合うかも分かんないし、うん、その人の好みも分かんないから、例えばね、ごめん、俺もツルツルが無理なんだって言われたら、もうあー、そういうこと？いや、か相手のためではないんだけど、だけではないんだけど、でもまあそういうのもあると思うし、なんかいろいろ楽しめると思うんだよね。いろんな楽しみ方あるんだよ。あった方が、あった方が。海外はあそこ専用のサロンがあるの。サロンがあって、そこに行くとね、例えば持って行った写真通りにその人の顔を毛で再現できたりもできるの。すごい。でもプーチンがいいって言ったらプーチンがバッとここにあったりするわけよ。カラーリングもあるし、まっピンクにしたり、うん、めっちゃブルーにしたり、そういう商品があって、デリケートゾーン専用みたいな感じで、多少はデリケートゾーンだから優しめの成分使ってるかわかんないんだけどね、うんうん、それでこう脇の下も染めたりできるの。あれちゃんはそれ使ったことは？あるあるんだ。恥ずかしい。なんでそれをあれちゃん最初使おうと思ったの？恥ずかしいな。まあ、脱毛ができなかったから、うん、ブラジリアンワックスしに行ってたので、ブラジリアンワックスしに行ってたんだけど、あのブラジリアンワックスってなんかペタッと貼って、うん、毛をビリって剥がす手術なんだけど、うん、痛いよねきっと。まあ、痛いけどやっぱそのチクチクも残らんかったりするし、入ってくるまでにすごいなんか時間がかかるから1ヶ月以上。あ、そうなんだ。そうそうそう、だんだん徐々に少しずつ生えてくる感じだから、うん、で通ってたりして、なんか今日はこの髪型みたいな楽しんでたけど、なんか途中でなんか違うことやりたいと思って飽きちゃったな。なんかないかなと思って、ああ毛がそこにあるんだからなんかできないかなと思って、毛がそこにあるんだからなんかできないかなと思って、ネットでいろいろ調べたらね、あのデリケート増用のカラーリング剤があって、えぇ、と思って、何これと思ってブルーを選んだの。青が好きだから。で、商品が、まあ、来て、頼んで、そこにね、ブリーチとか、なんか全部ついてんの、ちゃんと。まずはブリーチして。そっか。まず色抜いて、その上に、もう、色を入れるっていう。ほんと、髪の毛と一緒だね、じゃあ。まあでも、なんか、汚い感じの色かなと思ってやってみたら、もう、すっごいの、色が、発色が、ビビットカラーみたいな感じで。あ、そんな蛍光色なんだ。うん、蛍光色やった。なんかね、当時、ちょっと流行ってたんだよね。マイサイラスとかが、脇とかを、やしちゃって、でも色つけちゃうみたいな。ツイッターかなんかで見た気がする、そういうの。脇とかも染めれるし、みたいな、うん。でも脇とかもさ、意外と染めちゃえば、なんか可愛いってなりそうじゃない？確かに。めっちゃ可愛いピンク色とかだったら、可愛い。なんか可愛いかもってなるかもしれないよね、うん、でも。で、あの、カットとかもできるから、ハート型にしてとか。自分の好きな形にして。そう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 。で、それをさ、実際、お相手に見せるわけじゃないですか。あ、当時のそう、彼。付き合ってた彼。うん、多分日本だったわよ。予想は、え、
みたいな、こう一回引くみたいな感じかなって思うんだけど、どうだった？自分が思うのは、そんなちょっとした脇毛とかさ、すね毛とかで引くような人ってもうなんか自分のこと好きじゃないし、自分もそれで引いちゃうようであれば、もう多分相手のこと好きじゃないんだなって思っちゃうんだよね。だからもうまずそういう人と付き合わないんだよね、多分最初からちゃんとはしてくれてない人とは。だからその人とも軽い感じの関係じゃなかったし、私が何を生やそうがそのあんまり引かない感じの人だったし、そうそう、ただまあそういう時にサプライズがあるっつって、あ、サプライズがあるって言ったの？サプライズがあるって、何みたいな時にバッつってもう変質者みたいなね、ブーみたいな、あ、喜んでたんだそれで、え、なんかすごいみたいな、まあでもすげーってなるよね。ハート型にして真っ青だった、ブルー。あ、でもなんか新しい扉が開きそう、可愛いみたいな感じなんじゃない多分。なんかちょっとなんか新しいものだよね。腕毛とかもさ、真っ黒生えてたらちょっと嫌だなって思ったりするみたいやんか、結構大多数の人。脱色したりするもんね。そうそう、でも金髪だったりするとなんとか許せる範囲になったりするやんか、なんか面白いもんだねと思って、なんかそういう遊び方もあるんだなと思って。だって飽きないよほんまに。だってハートにしたり、いろんな形にできたり、毛で遊んだりね、色も変えたりもできるし、すね毛はどうにももうできないから、自分も、さすがにすね毛生やしさ、ピンク色にはしないんだけど、すね毛取れるんやったら取りたい。海外から取り寄せたり、カラーリング剤だよね、まあ、あとは普通にアマゾンとかでたまに売ってたりとかそういうのもあるから、今見てるサイトはなんか9種類ぐらいあって、ブラウン、ブラック、ピンク、ブルー、イエロー、オレンジ、パープル、ホワイト、レッド。まあそのブラックっていうのはもしかしたらアンダーヘアもね、実は白髪が生えるらしく、それでね、白髪やだって言って染める人も、あ、でもそれだったらいいよね、これね。白髪染めもできるし、金髪にするのもなんかちょっと面白いんじゃない？金髪にしてみた。え、ちょっとしたくなったでしょ？ちょっとしたくなったんだけど。でももう無理だわ。でもさ、お互いにそれ合うっていうのも一つのプレイだから、その楽しみもあるねんで。あ、もうこの脱毛時代に一言、まあ、あんまり毛とか気にしないような時代にはなってほしいよね。自分たちでやって自己満してる人たちはそれでいいと思うし、自分で嫌だからとかさ、すね毛とかもさ、なんかスカート履いててそんな方向に入ってるの嫌だなと思ったら、もう取っちゃったらいいと思うし、でもあれじゃ、みんながやってるからちょっと流行りに乗ってやってみるって人もいると思うし、気にしてなかったのに周りがやってるからちょっと気にし始めちゃったって人ももしかしたらいるかも。あるじゃんそれ。そうだった私はなんかもう中学校とか高校の時とか、その体育で座ってる時にすっげえ金髪に光ってたのってとか、外に出るとキンキラキンな脇を友達に言われたの。めっちゃキンキンやんみたいな、光っとるやんみたいな言われてさ、すっげえ恥ずかしかったのその時に。気にしてなかったんだそこまで。あれちゃんそこまでなんかあんまり何も思ってなかったんだけど、言われてからほんまやなと思って、よく見たらみんな入ってへんやんみたいな感じでその時気づいたの、どうしよう、うちだけ入ってんのこれみたいな嫌になっちゃって。その時に脱毛ってもその時からあったし、高校とか卒業したりしだした頃にはなんか結構みんなツルツルの人ばっかりで、なんなら私たち初めて剃ったの小学生だった小学校の時にプールの授業とかで周り見たらすごい生えてるってこと、あ、全然この子生えてないほら、やっぱり見ちゃうんだよ周り。そう、見て自分の見てあれってなるじゃん。めっちゃ生えてるそれで気にし始めたっていうのあるかも、やっぱり。そうだね、まあ、だから世間体がね、あんまりこう気にしなくなるような感じにはなってほしいよね。こういう楽しみ方もあるから、マジでこう知らない人結構多いし、染めたりとか流行るといいねこれ。流行ってほしいけどね。もう絶対にさ、黒い毛がボーっていうよりもピンクの毛がピョって出てたら、おーってならない？ぜひ皆様、脇毛のカラーを試してみたい方がいましたら、コメント欄にご応募お願いいたします。そして私がこの手でピンク色に染めて差し上げましょう。てかでも本当に楽しいかも、それやってみたい、欲しいとかにしたいかも。恥ずかしいけど脇毛をね、貸してくれる人を募集中でございます。よろしくお願いいたします。